エドワード・マイケル・フィンクはアメリカ合衆国の宇宙飛行士である。現在、宇宙滞在時間のアメリカ合衆国記録を保持している。ペンシルバニア州ピッツバーグで生まれたが、郊外のエムズワースを故郷と考えている。アメリカ空軍の軍人でもあり、フライトエンジニア、船長として国際宇宙ステーションを二度訪れた。 スペースシャトルのミッション STS-134 ではミッションスペシャリストを務めた。フィンクは日本とロシアに精通している。レニータ・サイキアと結婚しており、一人の息子と二人の娘がいる。フィンクは382日間を宇宙で過ごした。これはアメリカ人としては最長で全体でも19番目である。ロシア製のオルラン宇宙服び アメリカ製の EMU を着用して9度の船外活動を行った。その合計時間は48時間37分に及びこれは全体で6番目の記録である。フィンクは1985年にペンシルバニア州スイークレイのスイークレイアカデミーを卒業した。アメリカ空軍の予備役昇校訓練。 家庭奨学金を得て、1989年にマサチューセッツ工科大学を卒業した。大学では、航空学、宇宙航空学、地球科学、大気学、惑星科学を専攻した。1990年には、スタンフォード大学で、航空学及び宇宙航空学、2001年には、ヒューストン大学クレアーク校から、惑星地質学の修士号を得た。また、 カリフォルニア州トーランスのエルカミーのカレッジにも通い、日本と地質学について学んだ。1989年にマサチューセッツ工科大学を卒業した直後、フィンクはモスクワ航空研究所の夏季交流事業に参加し、そこで宇宙航空学を学んだ。1990年にスタンフォード大学を卒業した後、フィンクはアメリカ空軍に入り、 ロサンゼルス空軍基地にある宇宙ミサイルシステムセンターに配属された。1994年、エドワーズ空軍基地のアメリカ空軍テストパイロット学校を終了後、エグリン空軍基地の第39飛行試験団に配属され、海 -16 や F-15 の様々な試験飛行に参加した。1996年1月には、 日本の航空自衛隊岐阜基地にある防衛装備庁の岐阜試験場で X 界 -2 の開発に携わった。2005年時点でフィンクは30以上の異なった航空機で800時間以上の飛行を経験し、階級は大差であった。フィンクはアメリカ地質学会及び英国惑星環境会に所属している。フィンクは1996年4月に アメリカ航空宇宙局によって宇宙飛行士の候補に選ばれ、8月からジョンソン宇宙センターで2年間の訓練と評価を受けたと言われている。フィンクは国際宇宙ステーションの完成やロシアでの乗組員、試験サポートチームとして働いた。1999年7月、フィンクは国際宇宙ステーションの第4次長期滞在のバックアップ乗組員として選ばれた。 さらに、第6次長期滞在のバックアップ乗り組員としても選ばれ、ロシアのソユーズ宇宙船のフライトエンジニアになる資格を得た。NASA のエクストリームエンバイロメントミッションオペレーションズミッションでは機長を務め、2002年5月に7日間を水中で過ごした。フィンクに超音波診断を行うゲンナジーパダルカ。 フィンクは2004年4月18日から10月23日までの第9次長期滞在でフライトエンジニアを務めた。第9次長期滞在の乗組員はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズトママイナス4で打ち上げられ4月21日に国際宇宙ステーションにドッキングした。フィンクは国際宇宙ステーションで6ヶ月を過ごし、 科学実験の継続やシステムのメンテナンス、4度の船外活動を行った。2004年10月23日にステーションを離れ、カザフスタンに着陸して、第9次長期滞在は終了し、フィンクは187日と21時間17分の初のミッションを終えた。そのうち4度の船外活動は、合計15時間45分22秒に達した。 フィンクは、第13次長期滞在及び、第16次長期滞在では、船長のバックアップを務めた。ピッツバーグスティーラーズの応援タオルを持つフィンクフィンクは、第18次長期滞在で船長を務めた。彼は、ユーリ・ロンチャコフ及び宇宙旅行客のリチャード・ギャリオットと、共に、2008年10月14日にソユーズ・トママイナス -13 で、 国際宇宙ステーションに到着した。リチャード・ギャリオットの滞在中、フィンクは個人の時間を宇宙で撮影された最初の SF 映画であるアポゲオ・ブフィアーの撮影に当てた。2009年4月8日、フィンク、ロンチャコフと宇宙旅行客のチャールズ・シモニーはソユーズ・トマ -13 で地球に帰還した。フィンクと船長を交代したのは 第9次長期滞在で使えたゲンラジーパダルカであった。フィンクは STS-134 で初めてスペースシャトルに登場しミッションスペシャリストを務めた。フィンクはこのミッションで26時間12分に及ぶ船外活動を行い、合計の時間は48時間37分となり、歴代第6位の長さとなった。ありがとうございます。